はいどうも678ひかです。はい、なんとね今気づいたんですけど、なんか今回週末にね、まあ金曜日から本日まで買ったあのプラレールの量がもうなんかものすごくやばいんですね。はい、まずこちら、はい、まあ多分だいぶ前に、ね、動画で紹介したと思うんですけど、そして今回買ったこちらです。でこれが先ほど買った分ですね。はい、こちらがですね、もうね出すことは不可能なんですけど、こちらがですねこういう感じで、多分こちらもなんか金曜日に買いましたね。なんですけど店のあのなんか袋はもう捨てたんでこれに入れました。でもうあとはこちらですね。でこちらを、はい、まあ買いました。まああのなんかプラレールの関連部品ですね。そういう感じで。はい、という感じでまあ一応ものすごい量を買っているんです。でまあなんか車両の数がまあこういう感じで大量なんですよね。はい、多分あのなんか今週末で多分1万ぐらい買ったと思います。っていう感じですね。まあ、なんかとにかく量がやばいです。という感じでした。というわけで、まあ、今回の動画はですね、本日、週末に、買ったプラレールの量が、まあ、なんかすごいんで、まあ、動画に出しました。というわけで、今回の動画は以上です。